1期目の退職金についてであります。給与についてはその3割を減額しておられますが、退職金についてはどのようにお考えでしょうか。1期目の退職金につきお答えをいたします。市長をはじめとする特別職の給与につきましては、退職手当も含め毎年度公募市民および各種団体からご推薦いただいた外部員からなる明石市特別職報酬等審議会において、本市の一般職の給与の改定状況や厳しい財政状況、また他都市との比較等を踏まえてご審議をいただいているところであり、その結果を受け条例改正の手続きを経て所要の見直しを行っております。また泉市長の給与につきましては、市長選における公約に掲げられたとおり厳しい財政状況を踏まえ、市長自ら市役所改革の先頭に立つ姿勢を示すため、就任直後の平成23年6月市議会におきまして、市長在任中の給料月額の3割カットに合わせて1期目の退職手当についても給料月額に連動し3割カットとする条例提案を行い、市議会のご承認を得ております。これらのことから、市長の1期目の退職手当につきましては現行条例の規定にのっとった取り扱いが適当と考えるところでございます。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。